はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。最近ありがたいことにですねコメントもどんどん増えてきてるんですよ。いや本当皆さんありがとうございます。ねコメントをねいくら増えようが僕一応ですね返せるだけ全部返していきたいと思うんで、まあ返事がねちょっと遅れるかもしれないんですけど、そこそこよろしくお願いします。じゃあそれじゃあ一番最初うおりゃー、オッケーよしよしよし、これは熱いよ。このまま右に行こうか。でこれ空中じゃねえや、この海ステージマジでアイテム欲しいんだけどな。うーあぶね、待って待って、強欲、待って、キノピコキノピコ、やりに来てる。うわ絶対そうと思った。うーわあのキノピコやるな。うーわ許せ、絶対許せないんですけど、ここはマジで早く行こう。さっきさルイージスター取ってたよね。そのスターを僕も手に入れたい。スター確かこの右下のこのアイテムだと思うんですよ。ちょっと待って、いや当たっていいからこのまま行きますね。これスターでしょ。よし来た、このまま右に行こう。よしルイージやられてらっしゃいますね。あとはキノピコは、キノピコは行ってんのか。いやキノピコやられてる。よっしゃよっしゃ、でここも連続ストゥーだね。はい、よしよしよしキノピコは、キノピコじゃない、キノピオは先行ってんのか。うわもう一回スターあるでしょ、ここもう一回スターあって、いやこれでいい、この赤土管でいい。うわキノピコ行ってる。うわキノピコ、待って、ゴールは、待ってマッシュルームトップタワー、うわこれ絶対いいコースだ、これめっちゃいいコースだ。マッシュルームっていうのはこの背景というか、このねあの緑とこの赤の点々っていうか、まあこのキノコのことでしょ。ちょっと待って、これ多分長いと思うんだよな。なんかねそう言ってる、僕の予感がそう言ってる。これ上から行こうか、こっちの方が近いみたいな感じでしょ。ちょっと待って、ラグすぎ、こっちでいい、この土管でいいか、どうなんだ。いやこれは多分関係ないと思います。でも入ります僕。ちょっと待って、マジでラグすぎ。ここ多分ボーナスステージみたいな感じじゃない、次のステージに行ける？あれ？あら？なにこれ？どこに入ったら、なんか右下なんか針金じゃねえ。なんていうのあれ、くるくるマークなってんだけど。うわ、でもさ、ちょっと待って、これ。え？飛んだこれ。回線飛んだ感じ？待って、真っ暗なんだけど。うわー！あ、ちょっと待って。急にで、多分こっちで合ってる。多分こっちで合ってる。よし、じゃあこのまま、左行く？これ鍵とかないよね。でこのまま下行って多分こっちでいいと思うんですよね。こっち正解でしょ。オッケーオッケー、まだ誰も来てないね。あぶねちょっと待って、みんな来てる、マジでみんな来てる。こっちで、ここでいいのか、大丈夫、これジャンプした方がいいのか。えオッケー、でこれ中間じゃない、アイテム取っていきます。でこのまま下に降りる。よし真ん中で行こう。お前か、ちょっと待ってくれ、このまま右下行こうか、こっちでいいと。うわなんか来た、なんか一人来ました、逃げよう。なるほど、あのブンブンは倒して鍵を手に入れろっていう感じね。オーケーオーケーオーケー、みんな来てらっしゃいますね一人ギブ。うーわちょっと待って、怖い、待って、アイテムないの、ここアイテム右上なんかあったね。よしこれ取っていきます。オーケーオーケーオーケー、ブンブンはもう倒してらっしゃる、早いって。ちょっと待って、そこゴールじゃないの。いやでもまだ待ってくれるでしょ、待ってくれる、いや左、こっちだね。待ってくれる？待ってくれてないけど、もうここゴールでしょきっと。待って、どこよそれ。パックンの草原来ましたよ。私がよくやられる三大要素の一人、クリボー、パックン。まあ特にあと一人はわからないんですけど、ちょっと待って、やっぱみんなクリボーやられるよね、やっぱやられるんだよね。あのマジでパックンとか、まあ、そんな草原があるんだったら、ちょっと危ねえ何今の神タイミング。よっしゃこのまま車乗っていきますね。よしマリオ抜こう、このまま走っていこう。オッケー、ナイス。マリオはよしよしよし、マリー抜きましたね。マリーやられてらっしゃいます。このまま、いやファイヤー取らんでいくね、こっちの方が絶対熱いと思うんですよ。よしよしよし、で右もうゴールでしょ。オッケー、久々待ちますか。うわ久しぶり見たな、 D の意思を継ぐもの。確か結構前にいたんだよな、 D の意思を継ぐもの、ルフィかなんか。お、なんか初めてだねこういうコース、めっちゃ楽しそうだな。うわ危ねえ、やめて危ねえ待って、これマジでアイテム見ろ。ちょっと待って、跳ねすぎ。え、なんでみんなやられてないの。あ、やっぱやられてるね。ちょっと待って、うーわここマジできち言葉悪くなってしまいましたけど、ここマジできち。ちょっと待って、
なんだこのルイージマジでこのルイージ何これ、危ねえ、もう無視していこう、もうルイージ無視していきますね。いや攻撃したいんですけどね、まあ後ろに3人いるし、これゆっくり行けば行けるんじゃないか説。バカめルイージやられやがったな。よしよしよし、これはあえてナイスナイス、キノピオキノピオ、あなたにね、あなたに罪はないんだ。待って、このルイージやりたい、ルイージマジでやりたいな、邪魔くせえルイージマジでこのルイージ邪魔くせえ、いや本当にやばい、なんでこんなついてくんの、もうやめろってルイージやられろ、オッケーやったと思ったけど、キノピオマジでめっちゃいってんな。待って、そんなルイージで争ってる場合じゃない、キノピコがマジいってる、あナイスナイスナイス、いやマジ難しい、ここマジで難しいな、でもいやまだワンチャンあるよ、オッケーやったいやー嬉しいね、あのルイージに勝てたことが。プロペラなんとか、まあ題名の通り多分ね、速攻あのハテナブロックからプロペラが出てくると思うんですよ。それを一番最初にぜひ取っていきたいね、ぜひ取っていきたいところですけれども、もう無視していきますもう無視していきます、こっちか、オッケー、なるほど、プロペラはこれだったのか、なるほどね、ここでこのプロペラが出てくるって感じね、多分みんなそれ知らないんじゃないね、多分あの左下のさ、ハテナブロックからプロペラっていうか、まあプロペラマリオだったっけ、あれが出てくると思い込んでるんじゃない。おし、ここで一旦右にしていきます。いやいいね、いやこれ今日調子いいかもしんない、よしよしよし、でこっちは一回左の左、オッケーオッケー、いやいいね、久々にこういうコースするよ、このプロペラのちゃんとしたコースっていうのか、いやめっちゃ楽しいわ。あの個人的にはですね、あのキラーがあるじゃん、キラーのコースがめっちゃ楽しいんですけどね。じゃあ次上、もう一回上、よし、でもう一丁上、いやいいいや楽しい、マジでいいわこういうの、こんだけ差があったらあと楽しいね。これ入れるかな、よし、オッケー、で次はこれヒップドロップでいいかな、よし、オッケー、いや待って、危ない危ない危ない、でここもヒップドロップ、よし、で次左でしょ。結構さ、あのやられても、まあ当たってもさ、あのいいようにプロペラが結構配置されてるんですよね。ほっ、よし、オッケー、あの子倒しておこう嫌がらせしておこう、多分あれで後ろが、まあ、来れないことはないと思うんですよね。一応これ3回なんかブイーンってなるから、まあ、ブイーンって上がれるからね、来れないことはないと思うんですよ。いやゴールできたな、オッケー、じゃあこのままみんな待っておきますか。え、なんこれ、とりあえずオンしてドアに入ってみる、いやちょっと待って、これドアに入ったらなんか面白くないんで、こっち行きますね。オッケーオッケーオッケー、なんかみんなやられたね、鍵がどっかあるよ、鍵は、鍵、ナイスナイス、ここで右に入る、オッケー、このまま右に走っていく、よしよしよし、でもう一回上、みんなうまいな、絶対やられると思ったんだけど、でこのまま右、よし、オッケー、でこの子でしょ、この子が鍵を持ってる、オッケーオッケー、でこのまま右に行って抜ける、抜ける、ちょっと待てちょっと待て、キノピオ、あれマリオが持ってる、マリ待って、ここむず、この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。